Hello, students! 王林新学塾川越コース長の辻中です。サンドです。このチャンネルでは受験で必要な、王林の勉強法だったり現役東大生を呼んでお話を聞いたりするなどして受験生のためになる情報をお伝えしています。やる気はあるけどなかなか成績が上がらない人、地方に住んでてねあんまり受験の情報が入ってこない人などにぜひ見てもらいたいなと思ってます。今回は三重県で中学と高校が公立から、現役で東京大学の理科一類に合格した出口さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。三重県っていうことなんですけど、三重県の環境ってどういう、行ったことないのかよくわかんないんですけど。三重県の環境ですか？はい、三重県の環境、かなり田舎で。ああ、なるほど。そう、今東京に来てその都会さんにびっくりしてるんですけど3年生ですけど、でもイメージ的に三重だったら京大の方が、シンプルに近いですし、同じぐらい人気持ってそうなイメージですけど、はあるんですけど、なんでその京大じゃなくて東大にしようと思ったんですか？京都大学ももちろん人気で、実際僕の高校からは京都大学の方が多く進学者は出ているんですけども、親と学校の先生の方からせっかくならトップの東大を目指してみろというふうに言われまして圧力が上がったり、圧力っていうのはちょっと失礼なんですけど、その受験を決意しました、なるほど。でもそのなかなか地方から都会に出る雰囲気もあまりなくて、やっぱり僕の高校から東大も年に1人2人出ればいいかなっていう感じだったので、なかなかノウハウもない中での受験だったので、かなり苦労は多かったです。理系、理一で現役合格っていうのはなかなか大変なことですよね。確かに理系ってそんな簡単になかなか現役で受かるってすごい難しいことですもんね。どういう苦労とかがあったんですか、具体的に？進度が遅くて、特に理科だと終わるのが高3の10月、11月になってしまうと。理科が？そうです、この受験が11月受験が受験2月ですもんね。確かに 3ヶ月、そう、3ヶ月前にやっと終わる。センターで考えると2ヶ月前にやっと終わる。そうです、そういう環境だったので。それは無理です、ね、さすがに無理があります、ね、確かに。公立高校あるあるでもあったりしますよね、実際。そうですよね、僕も公立だったんですけど、社会終わったの12月だったもっと厳しいですね。あ、終わったぞと思って 来月見たら、あ、来月の20日センター試験だな。それの苦労と、あと僕理系なんですけど得意科目が国語で苦手科目が数学だったので理系らしくないですね。理科一類を受けるならやっぱり理系科目で点数を稼がないといけないので、そのあたりの苦労が特に僕は覚えてますね。選択は物科でした。そうです、物理と科学です。物理と科学、もちろんその11月に学校の授業が終わらないっていうことで、高3の5月から東進ハイスクールに通いまして、自分で先取りして授業を進めていったんですけど、新しい分野を勉強しないといけないっていう苦労がかなり多かったのと、具体的に言えば、物理は問題設定がかなり難しかったりであったりとか、難解なものが多かったので、そういう問題を解くのにまず慣れないといけないっていうところが特に難しかったですね。基本のよく見る問題から外れたものを解かないといけないので、その分しっかりと基礎を身につけてなければいけないっていうところがかなり難しかったです。暗記だけで解けるっていう、なんで成り立つのかみたいなところが分かってないと、そもそも式が立てられなかったりするので、そういう面でかなり進路が遅いっていうのはかなりハンディキャップになるんじゃないかなと思います。その分予備校とか通ってちょっとそこはもう先取りしちゃったっていうことですよね。そうですね。数学も苦手ということだったんですけど、数学はどういう立てに苦手だったんですか？高校2年生の2学ぐらいに、東大の同日模試というか、この今年の受験問題を高2だけど、同じ時間配分で同じ問題を解いてみようっていう模試で、ありますね、ボロボロにやられるやつですね。そうですね、もうボロボロにやられて120分の6点だったんですよ、数学が6点、なかなか取れる人多くはないですけど、やっぱ6点っていうとかなり厳しいですよね。そうですね、東大に受かる中での僕の目標点数が60から80点ってことを考えると10倍にしないと1年10倍にしないといけないってことで、かなり心が折れそうだったんですけど、一教科でガタンと点数を落としてしまうと他の教科でリカバリーすることがとても難しいので、数学をとにかく伸ばさないといけないってことで、毎日5時間ぐらい数学をしまして、なんとか合格にこぎつけたっていう感じですね。
じゃあ次回以降から理科と数学について聞いていきたいと思いますので、はい、お楽しみに。楽しみに。動画の最後では毎回受験生が知らないと痛い目に遭ってしまう言葉についてお話ししています。今日の単語は、今日の単語はおもむろに。おもむろに。おもむろにっていうと、まあ、日本語ではゆっくりと、うん、という意味ですけども、そうですよね、まあ、よくある勘違いとしては、まあ、いきなりとか突然にっていう、うんうん、確かにありますよね。例文として、あ、じゃあ、おもむろに拳銃取り出してみ、拳銃を取り出す、あ、俺がおもむろに、おもむろに、じゃあ間違いの例、間違いはシュッバッ、そう、それが間違い、勘違い、うん、いきなりやつだよね、うんうん、で、本当はこうバーンってところ、なるほど、うん、ゆっくりと、ね、おもむろにまあこれ結構勘違いしやすいので気をつけなきゃいけないね、ということで、まあ、おもむろにっていうのはゆっくりとっていう意味でした。ということで今回の動画はここまでです。勉強についてだったりとか僕らについて知りたいことなどがあればコメント欄の方にお書きください。お答えしていきたいと思います。概要欄の方からもお問い合わせができるので、こちらの方では個別に相談に乗れますので、ぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。これ、それではまた。